へへー、打ったるで。あれ打ちましたよ。何を？あの、雷神マン。雷神マン、雷神マン知ってます？雷神マン、それはどうです？雷神マン、あれ、権利もん、雷神マン、どうでもやろ、雷神マン、何人やねん、片言片言、雷神マンとか言うのよ、ね、これ雷神マン、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 早起きな、雷神マン、おい、雷神マン、雷神マン、雷神マン、三段クルーンの、はいはいはい、天竜みたいなやつなんだけど、はいはい、上にデジタル2つのデジタルがついてて、はいはいはい、で2か所で言うたら2つだけ2つって、まあ、あの 3桁じゃなく2桁2桁だけやな、で77とか33とかでそのえばで7の時だけが7回開くとやで、で3とあチャッカーが開くだけ、あのこういうふうにポッて札が閉じてある、こう卵が流れていくんです、ここをね、で一瞬だけペコッあ、こうでよんに、そうです、一瞬だけピョコって開けるから、うん、その時に玉が乗っかってたらポコって入るようなんですけど、それが普段は1回だけやけど、7の時だけが7回、うん、7は揃ってないから分からへんですけど、うん、で打ってみたんですけど、うん、一瞬やから、うん、でそのデジタルの確率が表示上5分の1かな、7分の1かな、そういうもんだよ、簡単なもんやったんやけど、でも僕の経験上は20分の1かなっていうぐらいの確率の感じやったけど、まあ、それからまた、チェッカーが回るスタートの穴もあるわけやね。スタートチェッカーはもうほぼほぼ簡単に回りますよ。別に難しい、まあ、あの普通のフィーバーと同じぐらいに回りよるんですけど、うん、でただ随時その確率が、まあ、長く打ってみれば結局7分の1かなってなるんかもわからないんですけど、うん、僕はちょこっと打った感覚で言うと20分の1かなぐらいの感じで、うん、でただこの開くんがもう一瞬やから、うん、で3ソロ立って開かへん時もあるし、あ、なるほどね、でやっと1個拾っても、うん、1段目が穴2個あるんです、はい、手前と、はいはい、で奥が次の段で、はい、奥へ手前がアウトね、奥行けへん、全部手前や、で1個ずつしか入れへんし、で穴腹立っていて、それほら7とかやったら7が開きよんやろ、ほら、はい、2個入る確率もあるわけ、あると思います、うん、だからまあ1回言ったら7から2個なんか入れへん、そうですね、だからクルーンがあの1回目のクルーで3つぐらい回ってて、まあ、そのうちの2つが奥に行ったら2段目でまた2つ回っててとかいう楽しみはあると思うんですけど、7の揃う確率はどれぐらいなのかもわからへんし、でなかなか3や5ではなかなか開いおらへんしっていうのがあって難しいかなと、これはきついな、それしたら3段目まで行って、もしその下まで行ってかかったかかったら何発ぐらいでしょう、あれ何本ぐらいの、なんでわしに結構調べましょうか、でも一番 でもそこそこ出てるはずですよ、何千発はやっぱり出よう、なかなか来えへんから、なかなかそれは出てへんから、1回僕画像送れへんかったっけ、送って、あ、それも雷神マン、雷神マンそうやな、1回送ったな、出玉、出玉乗ってないの、出玉、あ、大谷出玉、2025発2000、あー、うん、ちょっとやっぱり確率甘くしてくれな、うん、そうですね、なあの天竜とかなんかやったら7000発一応あの小当たり5分の1って言われます、あ、5分の1、はい、まあ開く当たり、ね、理論上はね、はいはいはい、はい、ね、そういうことらしいんですけど、うん、なかなかもうそれやったらあれやな、カンって当たって開いてポンポンって入っとってもう打っとった方が得やな、もしくるくる回ってまたポンって拾ったら2つ、もう昔の一発系だ、手離してもらうけど、うん、であの1段目が2分の1で、はい、2段目3段目は3分の1になってるんです、223223やったから233回やったんですよ、なかなかだからきついっちゃきついんですよね、一発だけやったらもうドキドキできますやん、あ、まあまあね、クルーンが1段だけやったらね、3段まで行きよるから、もうだからああいう系統のなんかほらちょっとした電流が流れとったりしたらアホみたいに外れる時あるやんか、たまにふっとかすめたりする時ある、今のバリターはだポロンってなる時とか、そのね、今のクルーン台はどうなんかわからんけど、その皆さんが一発機、うん、アホみたいに脳汁垂れ流しながら打ってた時は、うん、あのアロンアルファでピッてつけて入賞率を変えてたっていう、あ、そうなん、はい、あ、でもアロンアルファ透明やが分かれへんでしょ、透明分かれへんの、いや、でもそんな微妙なところで変わると思うけど、でもあれ台の傾きによって、あ、寝かせはな、寝かせは今でもあるやん、そうやろ、だから完全に1段目が手前と奥やから、はいはいはい、ちょっと傾きが違うかったら手前行きやすいで奥行きやすいって簡単にできるわけやから、それも考えるとなんかもうええわーと思ってしまう部分があって、だから一発機打つときはあの釘よりも寝かせを見ろってよう昔名言ありました、はいはいはい、
で、まあでも1円にちょっと入ってたんで、うん、ちょっと面白そうかなと思って。いや、ちょっと面白そうな面白そうやから。そうそうそう、じゃあ試しでね。ただでもその1台しかないし、うん、そんなとこで2台でも3台でも寝てたら空気見たり寝かせ見たりとか、ね、まあまあまあ、ありえるけど、もうそれしかないからお試しコースで打ってみて、はいはいはい、でもちょっと打って、ちょっとこれはきついわっていうのが正直なところで、じゃあライターを押してね、ライターつけてね、寝かせの角度をこう液体で傾いてるような感じでやってる人いてましたけどね。でもやっぱり3段あったらちょっときついよな。昔の言うても一発やったもんな。まあまあ確かに、こう言うたら点点点からの下に当てこうとってピコッと入るやつがあったやんか、もうそういうの一発のやつがよくあったから、3発だったらやっぱりちょっと当たりにくいような感じがするような。多分ね、でも一発のクローンが出えへんってことは、これ規制の対象なんかも分からないですね。ドキドキせえへん、3段まで。3段までいいからドキドキせえへんから。そらそうやわな、3段なかなかいけへんねん、まあまあ、そんぐらい3段目行った時の興奮度がすごい。初めてまた腹立つな。そりゃそうだけど。何やった、雷神、雷神マン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 、どうでもええわ、雷神マン、雷神マン。